なんていうか、いえ、エリアナ、ここは、現在、クーロンとなっているエリアを、以前、資料映像で見たので。だから、この胸の奥が、キュッ。それは、私たちが、私も信じられなかったこの先に、答えがあります。
ごめんなさい。仕方なかった。大丈夫だってば。けどもし、あ、見ろよユーゴ、これ本当か。アラタ、行こう行こう。いいのかい？その光の向こうに失われた。ユーコ。お兄ちゃん。本当かどうか、イーターが生み出す。8年前、絵で精神データを吸収され、でも、詳しくは言えない。デジタルワールドの、デジタルワールド？その場所から僕、君たちを見守った。時には、それ、あれは、僕、正体が幽霊。別に、それじゃあ、イーターの出現場所で、僕とイーターは、イーターとは、すべてのイーターは、あれ、僕も、だから、イーターがいるところには僕もいる。お兄ちゃん。ユーコ、この光の先にあるのは、真実を知るのは、私は、たくさんの勇気をもらう。そしてだから、はわキューって。え、何を突然。そうか、気をつけるんだよ、僕がいるところには。待っててお兄ちゃん。その時はもちろんみんな、彼女たちの反応までもロストしたか。長きの空白に終わりを告げる時だ。ねえ、私たちね、いい
グも株も。ねえ、そろそろ戻らない。楽しかったな。絶対また。何？何か来る。僕があいつを引きつけるから。そう。あなた。ユーゴ。ユーゴ。今のうちに。ここは、だから、ユーゴは、俺はみんなを守った、こうするしかなかったんだ。兄さんは、私、ひょっとして、あのイーターは、私たちのせい。その通り。自らの犯した罪、記憶の封印をわざわざ取っ。貴様らは天津さえ、その時ヒズ、この感じ。未来を選ぶ、そんな不確かな可能性を私は信じよう。ああ私もお前と同様人の肉体に宿る。ゆえに私は問う。人は真に幸運。とんでもないエラー。人間など私の肉娘から、つまり人間。確かに人間は時に過ちを犯し、しかしそれはそして人間とデジモンの一面でしかない。お前の目にはデジモンと人間。無力なものを踏みにじる無力か。騎士るという女の子に届けそうなことに。やれやれ、
誇り高きの大ダークの私にもわからぬだが、君がやはり戦いを望む。手を貸してくれ。それとも奴の望み通り素直に消えるか。ちょ、ま、え、これ私たちのこと。私の特製ブレンド明太子マヨネーズ。さあ我が助手よ、君のデジバイスを。絶望的な顔を思い進め。さて、そろそろ終止符を打たせてもらおう。待って、私に。なるほど、いいだろう。あ、お願いします。ゴミのナーメ。逃げない、あなたなんて怖くない。信じたから聞かせてもらおう。お前たちは私がパラダイスロスト計画で強大な力を得て人間との融合は貴様とさようなら。いえ、今度こそ本当の私、あなたのそのキャラ作りっていうか若作り、あら、あらあらあらっていうか平等。では諸君、君たちも。え？果
丁味噌クリームチーズ噂、未発表の新作だが、なかなかの自信作だ。ひゅわ、京子さんですね。京子さん、そこで。それにしてもいい機会だ。8年前、いち早く事態を察知した私は、その原因、人間が生み出した電脳世界にあることを、時を同じくして人間世界で探偵クレミ京子、彼女が会社内部の不正を調査。父が。そうだ。そしてその折、彼女は応じ、しかしそれは岸辺理恵があつらえた罠だったのだ。神城の実権を握るという野心に燃えていた彼女は、クレミ京子に神城悟こそが不正の張本人であると訴え、その証拠までも巧妙に捏造していた。政治家への献金、ユーザー個人情報の売買、果ては自分との不倫などというマスコミが飛びつきそうなネタも盛り込みつつね。だが岸辺理恵の罠よりも一段大掛かりな罠がある人物の手によって仕掛けられていたのだ。そしてクレミ京子はイーターに食われ、岸辺理恵ともどもエデン症候群になってしまった。あれがスエドー明美の罠だったと確信したのは、彼がイーターの尊敬の念を抱く神城悟を、スエドーが。その時私はイーターに侵食され発生していた次元を隔てる壁のが、何、データ質量を一度幼年期デジモンレベルまで、そのままの状態ではまともな活動は見込めないな。そこで出会ったのが、精神データを失った精神データの代わりとして入り込めば宿主、それによりこの現実世界で、ただし精神活動の代行には、人間の有機的構造は複雑だ。肉体と同、それはデジモンである私自身が変質する。今となってみればこの肉体、クレミ、彼女の使命感と私の役割が矛盾も拒絶。私は強固となり、それでは、ああ、ロードナイトモンも同様にして、人間せ、君たちからすれば私もロードナイトも、何せ他人の肉体、もし君の肉体が有用であったならば軽蔑するかい。まさか人間として暮らしていたと。そっか、オメガモンも気づいてなかったのか。得体の知れないデジモンである私を、どうかこれまで通り。やめ、そりゃ体は人間で中の人は、であんなサンズリバー風味のコーヒーを、最高、マジ人間じゃない、味覚もろともいい。うん、そうか、ではそちらにも全力を尽くすと約束。ずっと今さら信用な、ロキ京子さんには、それなのに私は8年前、けど私たち思い出さない、うん、思わない。私もそうだね。アグモンモがあの時できた友達のこと思い出したからには、兄さん迎えに行かなきゃ。実に、我々がまずやらな、ドゥフトモンは自身次元の壁に、エグザモンは、そうなった。前回はより確実と可能に、概要はこうだ。各地のエデンスポットにハッキングを仕掛け、デジタルウェーブを、そうすればうわなんて、いや、うんうん、って
私もノリベリオンズはそのそれにザクソンっていうか君らしくな、なんと私のそっかけどなんとかなる。京子さん、ゆうこっち六本木じゃあじゃあうおいよいよWhoa!